は皆さん、どうもミッキーです。ミッキーチャンネルへようこそ。はい、今日はですね、ショップディズニー、ディズニーストア名前変わりました。ショップディズニーになりましたけど、ショップディズニーでマスクを私初めて買いました。もうついに布のマスク、柄の。通気性はいいの？通気性は良くて、まだしてってないんだけど、外に大丈夫かな。はい、ということでですね、本日はじゃじゃーん、 GU の秋服買ってきました。イエーイ。ということで本日はそれを紹介するという動画でございます。今回1万円分買いました。まずね、もうちょっとね、まだ暑いから秋も着れるねっていう服、セールになってたんで買いました。まずそっからいきます。今回ね、4点で1万円。はい、じゃあ1つ目、もうセルフレジだからさ、自分で畳むじゃん。でも雑だからさ、昨日買ってそのままの状態で置いてたから、ちょっとくしゃっちゃってんだけど、私がいけないんで、まあ自分の責任ってことなんですけど、まだあんま気にしないで。ででーん、リネンブレンドスタンドカラーシャツでございます。ずっとさ、この襟がないタイプの、ちょっともう流行ってるよね、シャツ欲しくて、今ね、秋服としてね、長袖バージョンも出てるの。それ買おうかなと思ったんだけど、私行ったら売り切れてて、サイズが XL とか、もう極端にでかいのしかなくて、あ、ダメだと思って、何気なくセール品がいっぱい置いてあるとこ見たら、これが990円に値下げしてたから買ってきた。めちゃくちゃいいと思って。はい、ずっと欲しかったんで、この形、買いました。続いて、ダーン！オープンカラーシャツ長袖のグレーでございます。わざわざなんでグレーのオープンカラーシャツ買ったかっていうと、今年の2月とかで購入品で紹介してる、イージーアンクルパンツだと思うんだよね。グレーの。これ持ってるから、これセットアップできると思って。これでセットアップするために、私これ買いました。で、残り2個なんだけど、これはね、もうね、悩みまくったんだよね。秋といえば、セットアップ。この時期はやっぱいっぱい出るから、いっぱいある分、何にしたらいいんだろうみたいな。てか、私は何が着たいんだろうみたいな。でもやっぱジャケット外せないと思って、悩んでこれにしました。先にパンツの方からいくね。どうする？いっぺんに行く？いっぺんで見ちゃう？みんな。いっぺんに見ちゃうか。いきますよ。ででーん！はい、今季のね、色はね、もうブラウンでいきました。なんか、カメラ通すといい色だね、なんか。こう肉眼だともっと濃いというかね、ちょっとね、カーキ。まだいかないけど、ちょっとぽいんだけど、カメラ通すとすごい茶色だね。ジャケットはですね、オーバーサイズジャケットというやつでございます。チェックなんですよ、これ。こういう感じ。パンツはですね、ワイドテーパードタックイージーアンクルパンツ、M サイズでございます。私やっぱ、何事もそうなんだけど、オンラインで欲しいもの決めとくの。私もともと買おうって思ってた、ダブルのボタンのジャケットとセットアップがあったんだけど、私が行ったお店、GU にはなくて、それが取り扱いが。大型店だけみたいな。うわ、ないのかと思って、そっからですよ。で、悩みまくってさ。これも一応アプリで見てたんだけど、なんか想像以上に良くてさ。っていうので、今回これを買いました。ちょっとジャケットだけ羽織って終わりにしようか。はい。下はおかしい、下はおかしいし、なんかこう、なんか着てるのもおかしいんだけど、はい、まあこんな感じでございます。肩とか入ってないから、ゆったり着られるんで、ただ袖が私ちょっと腕が短いんで、これちょっとね、100均かなんかでこういう止めるやつちょっと買います。いいよ！いや、もうとりあえず気に入りました。はい、ということで本日はですね、GU で秋服を買ってきたという動画でございました。今回のお目当てセットアップは変えたので無事。私的にもうこっからの時期が楽しみなんで、早く寒くなってください。ということで最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、ミッキー、Twitter とインスタもやってますので、そちらもフォローぜひぜひよろしくお願いします。それでは次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビーン。やっぱ秋服からテンション上がってくよね。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。